こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は、Amazon 輸出が最も稼ぎやすい、その理由についてお話します。FBA を使ったね、Amazon 輸出。これが副業の初心者、インターネットで稼ぎたいという初心者には、非常におすすめの、稼ぎ方なんですけど、なぜ稼ぎやすいか、ね、なんで他の方法だと難しいか、これが、ちゃんと整理できてない方、いらっしゃるんで、その復習というかですね、初心者でも稼げる理由、分かりやすくご説明します。まず、当然、転売というわけですから、高く売りたいわけですよね。仕入れた値段より高く売りたいと。で、物の値段というのは、需要と供給で決まりますんで、できるだけ大きな市場で販売した方がいいと。その市場の大きさで言うとですね、世界第一位はやっぱアメリカ。2位が中国、3位が日本なんですけど、そうは言ってもね、1位と2位の差、2位と3位の差はかなり大きく開きあります。アメリカと日本などね、実に規模的には4倍以上の開きがあるということで、物を売るならやっぱアメリカで売るというのがね、一番、稼ぎやすい、市場です。そして次に、やっぱりね、物が安い国から高い国へ移動させた方が、やっぱスムーズに儲けやすいと。ね、上級者とかね、あるいは扱う商品によっては、例外もありますけど、少なくとも一般的に、稼ぎやすいというのは、物の、高い国で売って、安い国から高い国へ運ぶと。安い国から高い国へ移動するというのがおすすめです。でね、このランキングは、人口を考慮してないんで、所得をね、人口で割ると、またこれとはちょっと違った形になります。アメリカは強いんですけど、日本はね、一人当たりにすると、ベスト20にも入らないと。実は24位。ね、一人当たりの所得約330万。かたや、アメリカは、一人当たりの所得、約560万。倍までいかないですけど、ただね、それ近い 1.7 倍ぐらいのね、開きがあります。だから、アメリカからね、日本に商品を運んでくるというのは、あんまり、賢いやり方じゃないと、ね、いうのが言えます。で、じゃあ、日本からアメリカに持っていくのが稼ぎやすいのは分かったというのでね、今度は、なんで FBA を使うか、ね、仕入れてから売るかということなんですけど、これがね、無在庫。売れてから仕入れるという形にすると、今度すごい強力なライバルが出てきます。ね、日本は一人当たりの所得24位といえども、330万あります。かたや、一大生産地、ね、あらゆるものを作ってる中国は、一人当たりの所得、大体90万ぐらいです。日本の約4分の1、ぐらいなんですね。4分の1、弱というか、強というか。で、それで言うと、日本の10倍の人口を抱えている中国で、日本の4分の1の平均所得ということは、この膨大な数のライバルが出てくるわけです。なぜかというと、日本アマゾンもアメリカアマゾンも、香港の銀行口座を持っていればね、取り組めますんで、今や中国人が大量に出てきていると。そうなると、リスクのある商品を買ってから売るというやり方は、あまりやる人がいなくても、無在庫、とりあえず出してみて売れたら、ね、それを仕入れて発送すればいいとなってくるとですね、副業で1日短い間の働きで月10万稼ぎたいというのがね、私が教えてる、一般的な、会員さんの欲望というかね、希望なんですけど、これに対して、同じ土俵で、勝負しているにもかかわらず、中国の方は本業で取り組んで、1日8時間以上、ね、場合によってはもう12時間以上働いても月10万円以上稼ぐ必要があると。ね、これで稼げりゃね、月10万稼げば、年間120万ですから、中国の方にしては同じなわけですね。これを同じ土俵で取り組むことになってしまうのが無在庫での販売ということになります。だからね、無在庫で販売してなかなか売れませんとかね、儲かりませんという相談をいただきますけど、それは当たり前だなと。ね、よく言ってるんですけど、無在庫はすごい稼ぎにくいです。でも、なぜか無在庫でまずは取り組みましょうというですね、あまり
まあ、効率の良くないというか、ね、まあ、当たり障りはないけど、決して稼げないやり方を進めてる、ところがね、あっちこっちあるもんですから、なぜか無在庫で取り組んでしまう方結構いると。これね、一言で言って、田舎に住んでて、ね、時給の少ない、時給の低い人たち、あるいはね、暇つぶしとか趣味でやって、あんまり儲かんなくてもいい人たち、それと、本業で取り組んで、何が何でもね、稼いでやるという中国人。これらが全部、ライバルになりますんで、無在庫で取り組むのは稼ぎにくくて当たり前と。ね、日本にあるものを買って送って、売れるものをまた送り続けるという、まあ、大したリスクとも言えないような、まあ、リスクを負うことによって、それらのライバルとはね、また一つ違う参入障壁、ハードルができますんで、仕入れてから売るというのは、仕入れのお金をね、かけるというリスクがあるようでいて、売りやすい、さらに儲けやすいというね、チャンスを得られることを考えたら、まあ、全然この道を選択しないのは、賢いやり方じゃないなということが言えます。で、まあ、Amazon のね、FBA という副業でやる人には非常にありがたい仕組みがあります。これはね、FBA を使えば、儲かる商品を見つけて買うだけで、あとの面倒なことは Amazon がやってくれます。Amazon がやってくれるのはですね、集客、ね、それから販売、集金、梱包、発送、それからクレーム対応と。ヤフオクとかやったことある人はね、わかると思うんですけど、集金の確認してね、入金確認して、梱包して発送してね、届いてまだ届かない云々というやり取りは非常に、手間かかります。ね、神経すり減らすというかストレスかかるというか。それを全部ね、Amazon がやってくれますんで、まあ、非常にありがたいシステムです。プラス、今年はね、ポケモン GO の大ヒットのおかげで、ポケモングッズだけでも相当な利益が見込めます。当然日本にいればね、ポケモングッズというのは、簡単に仕入れられるわけなんで、それらのポケモングッズの中からね、値段の崩れないようなもの、利幅が取れそうなもの、安く買って高く売れるものを見つけて、Amazon に入れるというだけで、稼ぎやすいんで、これを機に、ね、ポケモン GO の大ヒットという追い風も増えてますんで、Amazon 輸出始めてポケモングッズなんかで稼いでみてはいかがでしょうか。他のもんでもいいんですけどね。まあ、何を扱ったらいいんだかわかんないという方は、今年はもうポケモングッズを進めようというふうに思ってます。